あのね、まあ、海外だとドローイングっていう種類に入るんだけど、ドローイングっていうと鉛筆でもペンでも何でもそういう紙に書いた素描、線で書いたものはドローイングっていうんだけど、その中でもこのボールペンに関してはよく言われるのはあのラインドローイングって言われるのね。うん、よりまあ線に特化したドローイングっていうのでラインドローイング。うん、日本語でなんつったらいいんだろうなと思って、まあぐるぐるっつってんだけど、その辺はまあなんて呼ばれてもまあいいかな。うん、ただなんかボールペンアーティストって言われるのはちょっと抵抗があって、うん、ボールペンで絵を描くだけの人ではないから、うん、そう、まあ一部分を切り取ったら、まあ、ボールペンで絵を描いてるっていうことだけど、うん、これね、遡ること40年前ぐらいになるけど、やっぱりもう物心ついた時にはあのボールペンでもう落書きはしてたみたいね。で本当に壁と言わず冷蔵庫と言わずいろんなとこに書いてて、で俺は記憶があるのはクレヨンとかも使ってたの。クレヨンとか使ってて、でもすぐなくなっちゃうわけ、もう書きすぎて、でまたすぐ買ってもらえないんだよね。だから買ってもらえないから、その辺に転がってるものっていうとボールペンがその辺にいっぱいあったわけ、当時は特に。うん、だからそれでなんかボールペンはなんかね、馴染んで書いてたなっていうのは当時から覚えてて、でその頃は動物とかのシルエットとか、うん、影絵みたいな感じだよね、シルエット、それから車、あなんかアニメのキャラクター、そういうののシルエットをこうボールペンでぐるぐるぐる書いてた。うん、音楽的にはうん、中学高校ぐらいの時にはもう半分、まあ絵か音楽かどっちかかなっていう、まあ音楽が途中でこう出てきてるんだけど、まあ、自分で物を作る、その作曲もそうだし演奏もそうなんだけど、自分で曲を書いて演奏して、でそういうのが楽しかったし、絵は絵でやっぱり自分の描きたいものを描き始めてたから、これどっちがいいんだろうなっていうので、しばらく並行してやってた、音楽も絵も両方で。音楽の方でまず最初に、バンドを組んで東京に出て、まあ、しばらくこう、まあ、レコード出したりとかツアーをしたりとか、その本格的な活動が先にぶわーっと進んでって、で家に帰ると結構一人で絵を描いてるみたいな、それが18、19ぐらいまで続いたのかな。うん、でもなんかその絵か音楽かっていうのはすごくこう迷いがあって、で当時組んでたバンドが解散した瞬間があって、その時にこのタイミングでちょっと一人で、海外に行ってみようと思って、でそれでギターと絵の道具だけ持って、で片道切符でふらっと行ったのがカナダで、でそこの路上で、音楽とか絵を描いてるうちに絵の方にこう結構人が立ち止まりだして、で立ち止まるだけじゃなくて、言ってくれるんだよね、あなたの色がいいねとか、あのこの構図がいいねとか、ものすごくこう絵の評価をしてくれる人が多くて、でそこで、あちょっと本格的に、音楽は置いといて絵をしばらくちょっと本気でやってみようかなと思って、でその道端で出会った人がやっぱり絵を買ってくれてたんだよね。でも日本では絵を買ってもらった記憶ってなかったから、あ絵って売れるんだと思って、でそれまでは音楽やってるとライブやってチケット売ってそのお金でまた練習してみたいな、もう自転車操業をしてて、こんなんじゃ生活できないなみたいな思ってたけど、絵はもっと非現実だったの。絵なんかじゃもう生活できないし、で周りで美大とか行ってるやついたけど、もうみんななんか卒業したら普通に就職したりとか、絵を描いてる人なんて一人も残んなくて、これ絵で食っていくなんていうのはちょっと非現実だなって思ってたんだけど、その海外の路上でやってる時に、
あれこれいけるんじゃないと思って、ほんでそれで一回日本に戻ってきた時にいろんなこう日本のコンテスト公募展とかに出したのね。でそんで、まあ、いろんな賞とか日本ではもらったんだけど一向に買ってくれる人がいない。うん、展示はされるし賞ももらうけどこれ誰も買わないなっていう、生活できないな。でもカナダだったらこれは本気でやったらいけるかなと思って、でそれで行ったのが22とかだよね。うん、なんかね、突き詰めるとまあ人の一生ってちょっと大きい話になるんだけど、生まれて死ぬってそれだけだと思うんね。で生まれるのが例えば白だとしたら、あ、死ぬのが黒、もう白黒の2つの世界だと思ってて、でも多分人生ってその間にあるこう白から黒に至るまでのこうグラデーション、淡いグラデーションがだん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 、それが白から黒に行くまでの間だとしたら、その青のボールペンってちょうどその中間を表してるんだよね、グラデーションとしては。うん、白でもなく黒でもない、そのはっきりしたのって俺もう生か死かみたいに思っちゃうから、その色は強すぎて自分には。うん、でもこの青色だとその淡い中間のこうグラデーションの時間を表してるっていうのかな。うん、で見る人にとっても突きつけない、あんまり白でもない黒でもないっていうその強さが和らいでるから、うん、だからすごく自分今の自分にはこの青のボールペンが合ってるなと思って、うん、うん、やっぱ人を描きたいっていうのはまず中心にあって、で、まあ、中でも女性を描いてるのが多いのはやっぱり自分が男だから男のことは分かるわけよ。でもやっぱ女性のことは分からない、うん、だから絵を描く対象としてはそういう自分が興味あるもの、うん、人間では女性かなっていうところなんだけど、やっぱり最近そこも広がってきて、で広い意味で、まあ、言葉を伝えたいっていうのがちょっと近年のテーマとしては大きくて、その例えば肖像画を描くんでも、あ、ここにもあるけど、その人の顔をね描いて終わりっていう肖像画からもう一歩踏み込んで、その人の発した言葉とか思いとかもこうセットにしたいなっていうのが今のなんかテーマとしてある。で俺自身やっぱり言葉にすごく助けられてきたし、でこの人の顔だけじゃなくてやっぱ言葉も合わさると人柄が今度出てくるんだよね。うん、でこれは有名無名問わずこういう形で残すことによってその人がいなくなった後も残るんじゃないかなと思って、特に言葉はさ有名な人の言葉しか残んないじゃん歴史上。けどやっぱ自分のおじいちゃんが言ってた言葉とかおばあちゃんが言ってた言葉とか覚えてるのあるし、それは他の人にとってもみんなそうだと思うのね。有名な人の言葉だからいいとかじゃなくて、自分の身近な人、お父さんやお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんとかそういう人が言った言葉とかも残してあげると、まあ孫とかね未来の子供たちにも残るじゃない。うん、だからそういう活動をまあちょっと増やしていきたいなと思う今。書いていきたいものもそうだけど、それを展示する場所っていうのも今すごく大きなテーマで、まあ、城崎でお寺で展示するチャンスがあってね、大泉寺っていうもう600年築600年の田島で一番古い木造建築の中でさ、お寺の中で展示した時にああここだなと思ったのね。うん、ここだなっていうのは俺ら日本人、まあアジアの人間にとって一番絵を美術を見るのに居心地いい空間がお寺や神社だなと思ったわけ。うん、でよく見渡すと美術品だらけなんだよね。
お寺の伽藍から、ご本尊仏像木魚でいろんな装飾もそうだし、掛け軸とか襖とかもう全て美術品なんだよね。あんなに何て言うんだろう、アートに囲まれた場所っていうのはもうお寺神社以外には日本にはなくて、でもなんか日本人はどっか西洋の後を追っかけてる時代がやっぱ長いから、箱を建てちゃうわけよ。真っ白な美術館とかギャラリーとかで、そこに絵をポコンポコンって展示しててさ、でそれは西洋ではありかもしれないね。やっぱりお城があって大きな空間があってさ、で西洋の絵の見方としてはお城で発展してきたからいいんだけど、でも僕ら日本人までそうやっていく必要はないなと。むしろ外国人が日本に来て日本のアートを見たいって言った時に、俺はお寺を勧めるんだよね。そこ行けば本物の日本のアートが見れるし残ってる。で自分はその歴史の上に立ってる芸術家だから、やっぱりそこの中で新しいものをこれから展示していけたらいいなって思って、うん、そういう、まあ、何を描くかもそうだけども、どこで展示するかっていうのもそうやってちょっと追求していきたいなと思う。うん、うん、なんかバランスなんだけど、今俺鳥取に滞在して、でこの間は兵庫県に滞在して、で山陰地方って言われるところに今ベースにしてるけど、まあ、それにいい意味でこだわるんじゃなくて、都市でも展示はするし、決してなんかその地方都市だけでなんかやっていこうっては思ってない。海外でも展示をするし、都市でもするだろうし、でそのバランスを持ちながら、ただものづくりは自分の居心地いい環境のところでやっていきたいっていうのは確かな。それが今は倉吉なんだけど、うん、ここで作ったものを持って外に出て展示する、うん、そういうのをこうやっていく、なんかモデルケースになれたらいいなと思うね。実はまだね、一個仕事が残ってて、スターバックスの壁面に絵を描くっていう仕事があるんだけど、それをいつやるかっていうのはちょっと俺知らないところで、前回やった時は映画スターシリーズ、ハリウッドの往年ので、あれをやったのはちょうどタイミング的にトロント国際映画祭っていう映画祭の一環の中の時にやって、でマリリン・モンローとかチャップリンとかジェームス・ディーンとかで、それをこう書いてやるっていうのがあったんだけど、また今度はその時期によってどういう人を選んで、でスタバのカップを持たせるかっていう、そこのアイデアが、まあ、決まってくればちょっと時期を見つけてやりたいなと思ってるんだけど、うん。